今回は、ビデオクリップをドラッグによって選択して、その部分だけを残して、後の部分をその部分だけを残して切り取って後の部分を削除するという方法で、ビデオクリップをトリムしてみたいと思います。これを行うにはまずプロジェクトブラウザーで必要な、ビデオクリップの、部分をドラッグして選択します。今18秒あります。この部分のビデオクリップを、ドラッグ操作で、今10秒ですね。10秒選択できました。あとの選択部分以外は、削除されます。クリップメニューから、トリムトゥセレクションという、メニュー項目を選択します。そうしますと、この部分が選択、左右の、最初の部分と最後の部分、選択が外されていた部分が削除されて、10秒間という選択部分のみが残ります。これは別に、こちらのソースビデオを変更するものではありません。